こんにちは、佐藤鈴乃です。はい、こちら妹です。今実家に帰ってきてて、妹が明日からのワーホリに1年間オーストラリアへ旅立っちゃうので実家にまた帰ってきました。で、今から妹と2人で和歌山の大好きなコーヒー屋さんに、コーヒーショップに行こうと思います。運転してもらってます。あ、で、今日の予定は、まずカフェ行って、明日から出発やのにキャリーが足りないらしくて、キャリーを買いに行って、おじいちゃんの家へ行って、で、夜は家族でご飯っていう予定です。はい、行ってきます。到着しました。妹はこのコーヒーショップよりこっちの公園の方がいいらしいです。かわいいやろ。かわいい。初やな。初。じゃん。めっちゃいい感じ。え、めっちゃ良くない？これかわいい、ほんまに。モンステラとってもいい感じ。いいよ、今めっちゃいい。そう、うん、そう、こんな感じで撮れました。イオンに到着しました。イエーイ。私たちの、船内イオンです。なんて言ったらいいか分かる。仙南イオンに到着しました。暑い。キャリーケースどこに売ってるやろ。なんて、この上とかに売ってる。あ、上とかに売ってそう。イオンの売り場のところに売ってそう。久しぶりに来た。中学生の時とかずっと自転車で来てました。プリクラ取り、うん、プリクラ取りに来てました。懐かしい。あ、ユニクロでお洋服を買いました。ほんまはユニクロ購入品紹介とか撮りたくて、ちょっとユニクロ見に行ったんですけど、ほんまに購入品紹介できるほどユニクロでそんな大量に買えなくて、結局今着てるこのアメスリがちょっと大きいから、これ1個ちっちゃいサイズを買って、これの色違いを買って、あとタックワイドパンツを買って見たっていうぐらいで、結局全然そんな1本の動画にできるぐらいの量は買えなかったです。難しいよな、買われへんねんけど。必需品買いに行くぐらいのレベルで、なんかユニクロであんま大量に買うっていうのがすごい難しいなと思いました。ね、はい。ね、食べっ子動物のチョコシミ。あ、あるな、コンビニで売ってるやつ。青いめっちゃ美味しい。美味しいんや。今度食べてみよう。私食べっ子動物好きやねん。紫とカーキ。黒一択やろ。これは黒一択やろ。絶対にこれや。無事にお買い物できて、今からおじいちゃんのお家へ向かいます。帰りにずんだ餅が売ってたので、ずんだ大福か、ずんだ大福を買ってみました。嬉しい。お願いします。危ないで。知ってる知ってる。ずんだ大福楽しみ。おじいちゃん起きてるかな。起きてるかな。まあでも起こしてもいいやろ。幼稚に行くって言ってるから。うん、もう4時半や。
意外と全然時間オーバーしたな。意外となキャリーケースか買うのに色悩みすぎた。うん、そう、結局あのパープルか黒か迷ってあげく黒にしてました。私の激推しで絶対黒の方がいいと思う。褒められました。いい天気。おじいちゃん家へ来ましたよ。見てこれ、さ高校の時作った。これ高校やったっけ、の時に作った左近鈴。あ、高校か。これ飾ってくれてる書道、書道で、はい、今から家族みんなでご飯を食べに行きます。 YouTube よ。はーい、またき、弟は今日塾やったんですけど、家族最後のしゃーなしで飛びました。最後のご飯やったから授業を行かずにこっちを優先してくれました。めったにないことです。優しい。じゃ、こっちゃんが家族思いやなって言ってたで。ことのやな、これ。じゃあで、こっちゃん電話無理やで。あ、ことのや。え、ほんまや。もしもし。どうしたん、こっちゃん。あ、もしもし、もう家出た、はい、出たで、もう着くで。あ、もう着く。うん、あのさ、元木のチャリにな、うん、ワンピース引っかかってしまった。ほら、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 思ったわ、その長いどこにいてほんで。で、今、ハグラのファミマにいるねんけど、とりあえずチャリはあのチャリ置き場に置いていくわ。ほんとは、向かいに行ってあるわ、ファミマまで。いいですか、ごめん。絶対に引っかかると思ったもん。長いやつ、あれ。そうなん、なんで元木の自転車で行くんよ。え、もうスカート切った。ワンピース切ったん？もう巻きついてしまってるから、うん、もうなんであれ切ったん？5分待っとき。今日は元気に来ました。焼肉、焼肉。こっちゃんの送別会。はい、ありがとう。乾杯。頑張って。行ってらっしゃいやろ、うん、行ってらっしゃいだよ。いろいろ勉強しようね。いや、これエリンギはエリンギでな、あのエリンギ食べたい。だからこう、だってこっち寄せてこうな。パパが全部焼いてくれてます。焼く全部焼く。皿引いてもらう。どこね、これ分けちゃう。あ、そっか。早い。もち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 もゆっくり。スピード感すごいね。え、いや、すごい。飛ばし飛ばし。なんか早食べな。早い、早い、早い、これまたさ。ちょっとくれたら怒る。怒る。怒るやん、これさ。いるよな、でもたまに。いいよ、いいよ。やめ、僕だった。違う、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 みたいな。違う、みたいな。勝手にやったらね。先週元気ハラミ、全国ナンバーワンです。何の？え、ふるさと納税。全国ナンバーワンです。刻み込んで、コトロ、彼女思い出すのに涙出てくるやろ。笑ってんねん、思い出笑ってんねん。行き、コトロに誓うよ。絶対やりたかったよね。リコトロの時代、もういらない。誰も聞いてないやん。これからいつもコトちゃんは忘れてた、忘れてた。もう、水じゃん。だから早い、一人早いし。どうですか、この麺。前の麺、ちょっと柔らかいな。柔らかい。細いんだな。おはようございます。今日は真夏みたいな暑さです。今からちょっとコンビニに荷物出しに行ったり、なんかパスポートコピーしたいみたいなので、そういう細かいことやりに行ってからカフェに行きたいと思います。今日は自転車で行動します。なんで洗ってるん？こっちで洗ってます。行ってきます。暑い、めっちゃ今日ほんまに。行きます。私
が実家に帰ってきたらほぼ毎回に来る百日荘に来ました。お、おいしい。これは一番おすすめの季節の果実シロップってやつで、季節によって中に入ってるものが変わるんですけど、これは今日は梅ビネガーやんな。梅ビネガー、これは何だっけ。アップルジンジャー。アップルジンジャー。おお、すごいジンジャー感強い。うん、美味しくない？すごい梅やな感想。多分下にさ溜まってるからさ、混ぜてやった方がいいや。そう、上なんてないやろ。うん、今のシロップだけど美味しい。でもこの買い出されてるのがさ、おしゃれで可愛い。うんうんうん。先月も友達とランチ来たし、その前もお母さんと、よくお母さんとランチに来ますね。近いから、空間がめちゃくちゃ好き。落ち着くような、ここなんか、うん、あ、そうよ、私なんか今日これ首が、韓国のパックを使ったら首が荒れました。顔は何も荒れてないんですけど、首とかこのデコルテがなんか弱くて荒れちゃって、ちょっとかゆい、炎症してます。めっちゃ珍しくない？私荒れることないもんな。私肌荒れ本当にしないんですよ。でなんか多分よっぽど合ってなかったんや。怖いね。ちょっとヒリヒリする系のパックやったから強かったもん。いつもカフェの時に頼むのはこの2種類選べるデザートのやつをよく頼みますはい、今日はかぼちゃプリンとスコーンにしました。アイスいただこう。うん、アイスかけちゃう。うんうん、めっちゃ美味しい。どう？うん、うん、うん、脈々すごいな。な、ダムみたい。イチジクめっちゃ嬉しいねんけど。うん、イチジク大好き。よくいる？うん、うん、あがる。ありがとう。おいしい。ミニサイズイチジクやんな。イチジクって皮むくのめっちゃだよ。で、皮…あれキッチンで食べるものやな。こうやってこのままこいつ食べて、こいつ食べて食べる。ゴミ箱の前で剥いて、ゴミ箱の前で食べる。前で食べて、手洗う。そうそう。なんかゆっくり机で食べられへんじゃない。そんなん捨てられへん。みんなそうしてるよな。昨今期みんなそうやからかな。そういうの当たり前やと思ってた。手洗うとこで洗う食べるのが普通やと思った。確かに丸かぶりやし、しかも、うん、こんな切ったことないもん。あ、かぼちゃプリン、うん、ちょっと食べる？食べてみて。めっちゃうま。うん、なんか大人の味やね。かぼちゃプリン、うん、プリンそんな好きじゃないけど、かぼちゃプリンはいける。甘いのが無理。あの、トロトロのやつが無理。うん、うまいな。美味しいな。プリンっていうよりはかぼちゃ固めましたかぼちゃ固めましたな、これは、うんうん、どう？かぼちゃではない。固め、かぼちゃそのものではないけど、甘さがすごく控えめやから美味しいね。今から家族みんなでこっちゃんのお見送り行きます。どうですか、お気持ちは？ドキドキ。ほんまかい？ほんまかいな。感情なかったけど。ほんまや。関空へ向かってます。登山のリュックに T
登山靴で向かいます荷物になるからこの靴で行くらしいですめっちゃおもろい旅人。え？飛んでみて、行ってきますってやって。あ、それなんかそれやったら無理なんか。確かに。はい。おお、いやいや。次写真撮るな。はい。うん。見て。撮れたかな。あ、撮れた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 。どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。どうですかこれ。撮れました。いってらっしゃい。あ、ここにできるんや。あ、すごい。ここにサトンができます。タンクの中の店にサトンができるみたいです。フードコート12月オープンで元気商店です。すごいよ。ほちゃんを見送りして大吉水産に来ました。お腹すいた。いただきます。あ、でもうまい。ガリ好きやでな、パパ。お寿司屋さん来てもガリ美味しいって。いただきます。サーモン必ず値段必ず一番安いやん。100円で買うわ。確かにわさびある方がいいかもね。ありがとう。来たら取るね。一つにこれわさび盛りすぎやろ。そんなに多すぎる。わさび食べてるやん。また合わせて出てくる。はいはいはい。うん、めっちゃ食った。おいしい。